500ml 缶の男。ビールの 500ml 缶は様々な問題をはらんでいる。普段人々はそのことを見逃しているが、時々 500ml 缶問題に好むと好まざるとにかかわらず直面することになる。缶ビールを買うとき、大抵の人は 350ml 缶を基準にして考える。家で飲むのも、旅行の列車の中で飲むときも 350ml 缶を買う。1本じゃ足りないなと思うときは 350ml 缶を2本買う。缶ビールに関しては 350ml を基本とする。十進法ならぬ 350ml 進法が人々の中に定着している。500ml 缶というものがあることは誰もが知っているが、普段はそっちに目が向かない。人はどういう状況の中で 500ml 缶問題に遭遇するのか。例えば列車の中で考えてみよう。列車に乗り込んで空いている席はないかと右左見回しながら進んでいく。車内は割に混んでいるが、左前方におじさんが一人で座っているボックスを発見。おじさんの窓際のところには350ml 缶2本と柿ピーが置かれている。何か問題ありますか？そのボックスに座るのをためらうような雰囲気ありますか？そのボックスに座ろうかなと誰もが思うはずだ。一方、その右前方のボックスもおじさんが一人で、窓際のところには 500ml 缶が2本とイカくんが置かれている。何か問題ありますか？ちょっと問題ありますね。何かこう不穏な空気というか、好ましくない雰囲気を感じますね。そのボックスに座るのを躊躇しますね。もし 500ml 缶が4本だったら、あなたは迷うことなくその横を通り抜けることでしょう。さあ、あなたはその 500ml 缶イカくんおじさんに何を感じたのでしょう。普通の人より酒が好きな人、 350ml 缶では常に足りない人、飲むぞという意欲が盛んな人、グループ4人で旅行に行って列車に乗るとき缶ビールを買っておこうということになり、他の3人は 350ml 缶なのに、いや、俺は 500ml 缶と常に言う人。 500ml 缶はお花見の席でよく見かけるように、大勢で飲む缶なのに、それを一人で飲もうとする人。食い意地が張ってるという言い方があるように、飲み意地が張ってる人。どうです、いい印象が一つもないではありませんか。窓際に置いてある缶が 500ml 缶であったばっかりに、これだけのマイナスの評価を並べ立てられてしまう。もしですよ、その 500ml 缶おじさんの顔が真っ赤だったら、顔が真っ赤でイカくんもなくて、つまりおつまみなしで 500ml 缶が5本だったら、あなたは小走りでその横を通り抜けることになるはずです。逆に窓際にイカくん、タコくん、カキピー、ポテチ、揚げせんべい、海苔の佃煮の瓶、イカの塩辛の瓶などがずらりと並んでいて、 500ml 缶が6本だったら、あなたは全速力でその横を走り抜けることになるでしょう。350ml 缶を飲んでいる人は、ごく自然に飲んでるという感じを人に与えるが、 500ml 缶はビールを飲む容器としては異常に大きいせいか、どうしても煽るという感じになってしまう。普通より酒が好きな人が、飲む意欲盛んに飲み意地を張らせて煽っている。まずいな、これは。僕は長年 500ml 缶ウォッチャーをやっているのだが、
それで気づいたことがいくつかある。一つは、500ミリリットル缶を飲む人は、飲み終えると缶を潰すというもの。飲み終えた缶を潰す人は、なんとなくプロっぽく見える。また、手つきがいいんですね。潰し慣れてる。それから、缶ビールをわざわざ紙コップなどに開けてから飲む人がいるが、500ミリリットル缶の人の場合は、飲み終えた時、缶の滴をよーく切る。また、その滴を切る手つきがいいんですね。切り慣れてる。それから、もう一つの特徴を挙げれば、500ミリリットル缶の人は、無口タイプの人が多いということ。みんなと飲んでいても、無口で人の話に加わらないのだが、ある時急にみんなの話に反応を示し、すると何かと絡んできそうな気配がある人。どうもなんだかここまで500ミリリットル缶の人をよく言わないできたような気がする。だから多分これを読んだ500ミリリットル缶の人は気を悪くして、すると何かと絡んでくるような気がする。500ミリリットル缶を実にスマートに飲んでる人を列車の中で見かけたことがあります。サラリーマンタイプのおじさんが文庫本を読みながら、時々窓際の500ミリリットル缶に手を伸ばしてごくりと飲む。ごくりではなくこくりです。こくりの時、おいしそうな顔をしない。うめえとかを顔に出さない。つまらなそうに飲むというのがどうやらコツのようです。そうしておつまみなし。こういう飲み方だと500ミリリットル缶でもスマートに見えるのだが、なんだかつまりませんね。